これでしかし2アウトランナー3塁、バッターボックス4番の中村です。まあ、繰り返しになりますけども、はい、早いカウントのストレート狙い、それしかないですよね。でフォークが浮いてきたら、まあ、振ってもいいなというぐらいだと思います。初球158キロ、よく逃げましたね。まあ、ただこの中村は大谷から159キロのストレートを、ね、グランドスラムしたというね。5本目となる今シーズン第28号となるグランドスラムでした。その後もう1本違う選手からですけれどもね、グランドスラムを打っている中村です。力勝負、大谷も力んでますね。でもこのぐらいの方がいいですね。気持ちがいいです。あ、見ていて、はい、今日はもう2人とも力み返ってほしいですね。なるほど、はい、力で来るぞと感じたのか中村。これもストレートですね。159キロ、まあでもあの高さ当たらないですわ。159キロ。さあここまでは全球ストレートです。こうなるとバッターは、まあ、もちろんフォークもケアしながら。そうなんですよ、でこうなったら逆にというか、はい、まあ、真っ直ぐもっと遅れるで、フォークは高めに来ればね、なんとか当たる格好になると思うんですけど、ストレート161キロマーク、いいですね。力が入っています。これは優勢も155ぐらい出すんじゃないですか。今季最速が今日掲示されました。だけどこれね、はい、161ね、追い込んでからファールされたんで、もう球種変えた方がいいですね。ランナーサードいますけども、ワンアンドツー、ただ161、力は入っているんですけれども、気持ちはいいですね。ただ、見ててワクワクしますけども、打ち取るにはフォークボール。マイル表示で言いますと、まあ、大谷もね、前回のそのストレートホームランされたその意地はあるんじゃないですか。なるほど、さあただ2アンド2です。変化球抜けてしまいました。フルカウントになります。フォーク抜けたならもう一回フォーク。ツーアウトランナー三塁。ファウルで粘ります。はい、中村はもうまっすぐ狙いですよ。はい。ただこれ大谷も負けず嫌いで。はい。まあ、これ意地になって、まあ、今ストレートをね、ポンポン、いや打ち取るにはフォークがいいと思うんですけども、はい、意地になってほしい気持ちもありますね。なるほど、はい、粘って8球目、160キロオーバーを連発している大谷です。空振り三振、最後は落としましたか。フォークですね。中村に対して161キロを連発しましたが、大谷最後はフォークボールで三振に切って0点で立ち上がっています。